今日はパンプキンの絵をヒューゴと一緒に描きたいと思います。でここに絵の具、オレンジと赤と黄色の絵の具を用意してカップケーキのティンを用意しました。でひーちゃん、カップケーキのここに色塗ってって塗ってるの？うん、それ塗って。 That's right! そう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 。 I'm dead. Can you draw all of it? もっと塗ろうか、もっとつけようか色。オレンジ？オレンジ？ This one. 赤？ Red. そうよ。こっちにさ。そうそうそう、上手上手。こっちに、こっちもやってごらん。あいじゃん。だって。そう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 、上手上手。Love one from you. Hmm? What do you mean? Love one from you. Oh, do you want mommy to help you? No. Do it? Okay, mommy will help you. You can have green. The orange is better, isn't it, for pumpkin? The pumpkin から、もっと黄色入れてあげる。黄色は？黄色。黄色ここにする？ Yeah. 黄色と赤ミックスしてます。そしたらオレンジになるから。そうよ。I'm going here. Go there. 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 Go there.イエローとね、赤をミックスしたらね、オレンジになるの。ほら、オレンジになってきた。You have to have all the color, all the color, brown. So that's right. 全部の色ミックスしたらね、そう、全部の色をミックスしたらね、茶色になるね。茶色。そう、茶色。で、今日はハロウィーンなので、パンプキンの絵を描いてます。わーお、すごいいい感じ、ヒューゴ。いっぱいパンプキンできたね。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. おー、すごいカウントできたね、いっぱい。で、これが今濡れたので、この紙にパンプキンを押します。せーの、ジン。できたかな？くれる？くれる？いくよ。せーの。あら、できなかった。できなかった。もっとぐちょぐちょしなきゃいけないね。ぐちょぐちょぐちょ。ぐちょぐちょ。押して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 。もう一回やってみようか。せーの。はい。あら。ニアリー。ど、チーズ。そう。あら、ちょっと惜しかったね。これじゃもうちょっとさ、丸くしていこうか。丸丸丸って。そう。かぼちゃみたいにさ、丸丸にしてあげて。そう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 、丸丸して。で、次はパンプキンのヘタ。ヘタをこうやって、こうやって。ヒル、こうやってやるよ。見て。チョン。チョンって。パンプキンの上にチョンってやってて。私、ここのパンプキンの上にさ、チョンってできる？そう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 、ここ、これもチョン、チョン、そう、ここにも全部チョンってやってて上に、そうそうそう、チョン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 、That's right。わあ、さあ、ゆうご上手。びっくりしたまま。ひーちゃんが、ひーちゃんがパンプキンの絵を描きました。パンプキン、This is so good。すごいで上手に。パンプキンの絵が描けました。皆さん
の元気ですか？あさかです。ひいご豆のパンプキンアートいかがでしたでしょうか？でカップケーキの型を使ってあのキャンバスに写した時に色がうまく出なかったんですけど、あれは紙があのキャンバスで普通の紙じゃなくてちょっとデコボコした紙だったので、もしかしたら色が写んなかったのかなと思います。であのご自宅であのトライする時は普通の紙を使って絵の具をたっぷり塗ってトライしてみてください。で前回のビデオで私たちがパンプキンパッチに行ってすっごい大きなかぼちゃを取ってきたんですけど、今年は初めてそのかぼちゃを使ってパンプキンアートというものをやってみたいと思います。でそのパンプキンアートにトライした時の様子を皆さんに今からシェアするんですけど、その前に実は今回のこのビデオはサーフシャークさんという BPN の会社の方からあのご提供をいただいています。で皆さんにサーフシャークさんの BPN を使うとどんな利点があるのかというのを少しご紹介させていただきたいと思います。で私はイギリスに在住をしているので、あの日本のウェブサイトでいろいろ調べ物をしたい時とかもあるんですけど、実はイギリスからだと制御がいろいろかかっていてアクセスできないウェブサイトっていうのが本当にたくさんあります。でそういうのもサーフシャークさんの VPN を使っていただくと制御なしでアクセスできるのですごい便利だなと思いました。で例えばあの皆さんの知っている Netflix さんというアプリがあると思うんですけど、 Netflix さんは国ごとに違うライブラリーがあって、日本で見れるプログラムはイギリスからは見れないようになっています。で私の息子ヒューゴマメもジョージも今後バイリンガルに育てたいなと思っているんですけど、やっぱり日本のキッズ番組を見ることで日本語に触れ合える機会がすごい増えるなと思うので、こちらの VPN を使って日本の Netflix にアクセスして日本のキッズ番組とかを見せれたらすごい私の息子たちにはいい影響があるなと思いました。であの実際あのヒューゴマメはあの今ちょうどあの言葉をどんどん学んでいる時期なので、この時期に日本のキッズ番組にアクセスしてどんどん日本語を吸収させてあげたいなと思いました。で私自身ももう冬になってきたので、冬といえば正月番組とか日本にはたくさん面白い番組があると思うんですけど、今までイギリスにいたのでそういうものも全然見れずに見逃してきました。で今年はこちらのサーフシャークさんの VPN を使っているので、今まで見逃してきた番組を今年来年は見れるのでとっても楽しみにしています。そしてもちろんあの日本には地震とか災害とかがすごいあの多いと思うんですけど、そういう場合も日本のニュースにすぐアクセスできるのですごい便利だなと思いました。でまた私は今イギリスに滞在して15年以上経つんですけど、やはりニュースになると難しい単語とか専門用語とかが出てきてニュースをちゃんと 100% は理解できてないのかなと思うので、そういう時も日本のニュースで今世界でどんなことが起きているのかというのを学べるのはすごい便利だなと思いました。でまた VPN を使うことのとっても大きな利点の一つなんですけど、それはあのプライバシーの保護です。で例えば空港とかカフェとかで Wi-Fi にアクセスしてインターネットを使う時があるかと思うんですけど、そういう時も VPN を使ってインターネットにアクセスするとプライバシーが保護されます。で最近だとインターネットで検索した内容が記録されていて今度検索する内容に影響を与えてくるっていうことがよくあると思うんですけど、そういうことも VPN を使うと改善することができます。でまた VPN を使うとウイルスが入っているようなウェブサイトをブロックしてくれたりというような機能もあるので、すごい安心してインターネットを使えるなと思いました。で今回とってもありがたいことにこちらの VPN の会社サーフシャークさんから私のチャンネル専用のディスカウントコードをいただきました。サーフシャークさん本当にありがとうございます。で私のチャンネル専用のディスカウントコードアサカテリーというものを入れていただくと2年間契約の際は3ヶ月間が無料となります。でまたサーフシャークさんは30日間以内だと全額返金保証というのもやっていますので、ぜひ
ひこの機会に一度サーフシャークさんの VPN を使ってみてください。でご興味のある方は紹介コードの詳細やサーフシャークさんのウェブサイトのリンクをこちらのビデオの詳細欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今から私たちがパンプキンアートにトライした様子をインサートしますのでお楽しみください。シュージこっちで喜んでる、うん、あらよかったね、足パタパタさせてるね。でジョージは3ヶ月になってこちらのマットからどんどんズリズリ下に降りてくるようになりました。活発になってきました。でヒューゴくんも今参加しに来ました。でパンプキンここにあるんですけど、これにこの丸いスポン丸いコットンにクリップをつけたものを作りました。でこれで白のペイントをここに乗せてちょんちょんしながらパンプキンにアートをしていきたいと思います。どうしよう、うん、はい、つけてじゃん。あ、ちょっとやりづらいか、手でやった方がいいかな、手の方がいいか。あ、違う、これね、チョンだけやの、お化けだから。あら、これちょっと難しいね、ひゆちゃんには。これさ、手でやってもらっちゃう、ひぼ手でさ、手でこうやってさ、手でこうやってチョンってやって、チョン、こうやって丸々って、そう、そんな感じ、丸、そう、じゃあ、ピーじゃなくてチョンって手でやります。手で、どうだ、やりづらいね、ひぼ。それね、これ紙にやって、ひゆちゃん。じゃあヒューゴはそこでさ、ダディと紙でやって、ひゆちゃんここで遊んでもらって、その間に私は向こうでパンプキンのアートをしたいと思います。で今こんな感じです。手につけたペイントで丸々と描いていっています。すごいかわいい。で次はこちらの白のパンプキンにオレンジの丸々をつけていきたいと思います。リンゴ用にこちらのリンゴを切ってスタンプアートをしたいと思います。はい、ゆいちゃん。 And you put that in there. Okay, push it around like that. Okay. で、ゆいちゃんはスタンプアートをお願いします。 And then you stamp it on this paper. ここにスタンプしても？ そう。もうちょっとね、ペイントがいるかもしれない。 Maybe you need more paint. Right, do this one. Put it on that paper. Ready? せーの。 Do it there.That's it. Push it down a bit more. もっとね、グイーって。そう。And then lift up. Yeah. That's it. ほら。We need to get more paint in the middle of that. Let's get it. グイーって。Right. Okay, that's fine. That's one way to do it. そう、上手。Right. Put that.And you're going to draw faces on the pumpkins now. Smiley もかけるよ、ゆこ。Can you smiley face for me? On the pumpkins? Let the smile? Okay. 難しいね。誰にやってもらえ、それは。Just don't do it on top of the orange. Do it all wiggly round here, like that. That's it, all the way round. Whoa! Do you want some more green? Alright, you use that one then.Right, can you do that a face on there like Daddy's done? Two triangles for his eyes. Okay. Is that a triangle, is it? But your control of the brush is getting better, Hugo. That is really good. で、今こちらの白のポチポチとオレンジのポチポチが乾いたので、これにもう少しディテールをつけて可愛くしていきたいと思います。アートができました。
皆さん、今日のパンプキンアートの様子いかがでしたでしょうか。で、本当にもうすぐハロウィンなので、ぜひこちらのパンプキンアートをトライしてみてください。で、もしこちらのアートトライしたよっていう方は、あのインスタグラムのストーリーなどで朝霞テリーのアカウントをタグしていただくと、私も皆さんがどのようなアートをしたのかっていうのが見れるので、ぜひ私のアカウントもタグしてみてください。で、ビデオの中でお話ししたように、今回のビデオはサーフシャークという VPN の会社の方からスポンサーをいただいて作成しました。で、 VPN を使うと本当にたくさんの利点があるので、ぜひサーフシャークさんの VPN 試してみてください。で、こちらのサーフシャークさんのウェブサイトのリンクと私の紹介コードの詳細はこちらのビデオの詳細欄に載せておきますので、ご興味のある方はぜひこちらもチェックしてみてください。それでは皆さん、今日も最後まで動画のご視聴いただきありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。また。